今夜は無印良品北インドのカレーセットを食べます。価格は590円。ナンはマイバスケットで買いました。3種類のインドカレーが食べられるセットです。沸騰したお湯で2分温めます。出来上がりました。まずは野菜のカレー、サグアールー。癖がなく食べやすい。ほうれん草を使ったソースにじゃがいも、玉ねぎ、トマトを合わせた野菜カレー。具もしっかりしています。続いて豆のカレー、ダールマッカニー。豆がたっぷり入っています。味は甘めで、あまり食べたことのない味ですが、これがすごく美味しい。同じものか分かりませんが、ダールというものが単品でも販売しているようなので、買いたくなるくらい美味しかったです。続いて肉のカレー、チキーパンジャビ。これは少し辛めのチキンカレー。これも癖はなく親しみやすいカレーでした。お肉もしっかりしています。想像していたより美味しくて大満足です。そういえばナンカレーの正しい食べ方が気になり、ネットで調べたのですが、インドでは右手だけでナンをちぎって半分に折り、カレーをすくって食べるそうです。残ったカレーや具材はスプーンやフォークで食べても OK。最後に少しだけナンを残しておいて、ナンでお皿をきれいにする。具がだいぶ残ってしまいそうだったので、早めにスプーンを
プーンを使いました。インド人でも右手だけでナンをちぎるのは難易度が高いようで、左手を使ってちぎる場合もあるらしい。注意点としては、左手でナンを持って口に運ばないということでした。すごく美味しかったので、豆のカレーは今度作ってみようと思います。その時は動画にします。ごちそうさまでした。